はよう。今日も半日だけよろしくね。顔色は随分良くなったみたいだけど、まだ無理はしないでちょうだいね。うん、痛みもかなり楽になってきたし、前回で要領がつかめてるから今日はうまくできるんじゃないかな。それでは張り切っていこう。お帰りなさいませ、ご主人様。ご用を受けたまわります。いってらっしゃいませ、お嬢様。お帰りをお待ちしております。よし、上出来、いい感じだね。お前もう慣れてるね。やっぱりお前は真に厳しく教えられる方が合ってるのかな。いや、そんな結論には至ってほしくないんですけど。働いてるとあっという間だね。お疲れ様。この調子なら来週から予定通り本格復帰してもらっても平気そうね。本当に峰から知らせを聞いた時は、遠く離れてた私まで慌ててしまって。皿を持つ手が震えてね。お客様の前で何枚も落としてしまう大失態を演じたわ。店長、そんなに心配してくれたんだ。あなたの可愛い顔に傷がついたら、この店の看板がって考えるだけで恐ろしくて。でもあの時はみんな多かれ少なかれ動揺してましたよ。トーマ先輩なんかすごかったし。こら、何勝手なこと吹き込んでんの。だってすごかったじゃないですか。シンを怒鳴りつけて飛び出して、サラ先輩も半泣きでしたけど。しょうがないだろ、俺とサワにとってはそのくらいの大事だったんだし。でもシンは平然としてました。え、ミネちゃん、正直ちょっと怖かったです。自分の彼女が目の前で崖から落ちたっていうのに、ものすごい冷静で。テキパキ警察呼んで事情説明して、みんなに先輩探すの任せておいて、自分は山荘から動かないんですよ。あいつはあれでいいんだよ。あれでもあいつなりに動揺してたんだと思うし。その上、怖い噂聞いちゃって、シンのお父さんって殺人犯だって。
殺人じゃなくて過失致死。でも殺意はなかったとしてもカッとなって人を殺しちゃったのは事実なんでしょ。酔っ払って喧嘩したって聞いたんです。そういう性格が遺伝してるかもしれないってことでしょ。なんかそんなこといろいろ考えてたら、あの日以来死が怖くなっちゃって。それ以上言ったら怒るよ。真の親父さんが喧嘩で人を死なせたのは事実だけど、それは真自身のことじゃないよね。しかも詳しい事情まで流れてるわけじゃないよね。峰はそういう無責任な噂で人を疑う人間。私すごくひどいこと言いました。俺はシンをかばったんだけどね。なんでお前から礼を言われてるのかな。お前にとっては真意を守ってくれる人間がありがたい存在に見えるんだね。はい、じゃあこれでおしまい。しんちゃんは厳しい子だけど、大事な彼女を傷つけたりしないわ。何も疑う余地はありません。ということでみんな、お昼にしましょう。うん、店長はああ言ったけど、事件の日のメンバーの中には死のことを疑ってる人もいるんだ。それって真の態度がみんなに疑いを持たせるようなものだったってことだよね。君はどう思う？なんだか不安になるね。